の一人の風間瀬農園でも本当は果樹とか樹木を置きたいなと思っているんですが、何にせよ幅60センチかける400センチぐらいの小さな小さな敷地ですし、お借りしている土地なので樹木は植えられないんですよね。でも樹木本当は植えたいです。あ、今モンシロチョウが左手を通過いたしました。